皆さんこんにちは、スタックパーティーショー東京一期生の大輔です。この動画ではスタックパーティーショー、略してスタパ、もしくは SPS と呼ばれていますが、私たちの活動内容やオンラインコンテンツを配信しているスタパチャンネルについてご紹介したいと思います。まずスタパについてまだよくご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、この団体について簡単にご紹介いたします。スタックパーティーショーは主催の北村関地が2001年に大阪で旗揚げしたお芝居をする団体です。カフェやギャラリーなど日常的な場所を舞台に生演奏の音楽付きで上映するのが大きな特色です。2008年には東京チームが発足、主催は同じく北村関地ですが、所属する役者はそれぞれの地域に住んでいる別のメンバーで、公演する作品も異なります。これまでに福岡や那覇、岡山でも出張公演をさせていただきました。そして2018年からは全国各都市の人たちを巻き込み、映像作品の制作上映にも取り組んでいます。続いてスタパチャンネルの主なコンテンツについてご紹介していきます。チャンネル内でも再生リストを分けていますが、現時点で主に6つあります。まずムービーズ関連、これまでに制作した単館上映向けの映画作品のトレーラーをご紹介しています。次に劇団紹介関連です。団体の成り立ちや活動内容についてキャストや主催がお話をさせていただいています。3つ目はオンライン芝居関連です。これは新しい試みなんですが、2020年の5月からテレフォンラインという短編動画作品を制作配信しています。これ以外の新しい作品も鋭意企画中です。そしてミュージックス関連、スタパのお芝居には欠かせない生演奏の音楽についてオリジナル曲のミュージックビデオをご紹介しています。今後は制作現場のご紹介なども視野に入れています。あとクロスオーバーインタビュー関連、スタパの作品に出演しているメンバーのクロスオーバーインタビューをした動画です。撮影現場の裏側なんかもご紹介しています。最後に舞台関連、上映する舞台作品をより深く楽しんでもらうための事前告知や内容紹介となります。しばらくの間はオンラインで制作できるコンテンツの配信が主になるかと思います。これは私たちにとっても大きなチャレンジですが、皆様の生活が少しでも豊かになるように、そして私たち自身もこの活動を通して元気になれるよう頑張りたいと思います。こちらのチャンネル登録、そしてインスタグラムやツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた。